これからのお時間はジンギスカンのジン君丸バツクイズをお届けいたします。 G7 札幌観光大臣会合の PR 大使で皆さんもご存知のマスコットキャラクタージン君がライブ配信ステージに遊びに来てくれました。あ、皆さん拍手をお願いします。はい、今回は丸バツクイズを出題してくれるそうなので、皆さんご参加ください。その前にジンギスカンのジン君ちょっとご紹介させてくださいね。札幌の羊ヶ丘展望台出身で4月29日羊肉の日生まれ、永遠の1歳未満のラムです。北海道でジンギスカンを食べた方々に思い出とともに笑いも持ち帰ってほしいという願いから誕生して活動しています。現在はお友達のギス君とカン君と一緒に工房アルティスタで働きながらジンギスカンの PR、 さらに札幌スマイル PR 大使、そして G7 札幌 PR 大使として札幌の魅力を PR しています。それではジン君よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきましたジンギスカンのジン君でございます。こんにちは、ありがとうございます。ぜひ遠くの方で声が聞こえるよ、さっきガラガラ回したよっていう方、ぜひぜひステージの前に集まってきてください。この後ジン君がダンスの披露と丸バツクイズも用意させていただいております。そして YouTube 配信も見ていただいている方いらっしゃるかな。 YouTube の画面の向こうの皆さんもこんにちは。ジン君カメラわかる？ ありがとうございます。カメラマンさんが手を振ってくれました、ありがとうございます。ね、ジンギスカンのジン君、ご紹介いただいた通り1歳未満の子羊ラムで、頭にはジンギスカンの鍋をかぶっています。じゃあそんなジン君の今流れてるこのテーマソングを使ってジン君にダンスを披露してもらおうと思います。なんですけど今ちょっとタスキを体に巻いてます。もしかしたらダンスの途中でポロって落ちちゃうかもしれないんですけど、みんなが手拍子とかで応援してくれたら頑張って踊れると思うので、ぜひ応援お願いします。知らない子もぜひ手拍子で応援してあげてね。じゃあジン君準備はいいかな？お、バッチリ、ありがとう。それでは音楽お願いします。もいたね、ありがとうございます。ではジン君のダンス披露がうまくいったところで、ジンギスカンのジン君丸バツクイズをここから始めたいと思います。参加したいお友達、
ちょっと大変なんだけど前の方に集まれますか。マルバツクイズ参加したいよってお友達、おいでおいで。おいっぱい来た、いっぱい来た、嬉しい嬉しい、ありがとう。ジンくんね、みんなと一緒にマルバツクイズやってくれるからみんな集まってね、ありがとうございます。なんとマルバツクイズに正解したお友達にはジンくんの素敵なシールがプレゼントされるそうです。シールセットだって。というわけで丸バツクイズを問題出していくんですけど、お姉さんあのクイズの問題覚えてないので読み上げます読み上げます。ジンくん丸バツわかるよね。わかるね。はい、丸だと思った答え、違う、問題で丸だなって思ったお友達はステージ向かってこっち、今お姉さんがいる方に来てください。あ、ジンくんも来てくれた。こっちが丸です。お、出てるね。はい、罰だよって思ったお友達は、はい、今ジンク言ってくれました、こっち側に集まってください。で、1問でも間違えちゃったってお友達いたら椅子の方に座って待っててください。最後にね、ジンくんまたみんなと手振ってご挨拶できるからステージ見守っててあげてくださいね。ルール分かりましたか。はい、ありがとう。ではちょっとね、たくさんの人がいるのでみんな気をつけて、進んでください。ではまず1問目です。1問目、ジンくんは鹿である、丸か×か。ジンくんは鹿だったかな、鹿かな、どうかな。丸だと思うお友達は今お姉さんがいる方こっち側に来てください。×だよ、ジンくんは鹿じゃないよってお友達はジンくんがいる方に集まって、おお、いらっしゃい、こっちじゃないねおいで、お、ありがとうね。あれ、これは綺麗にみんな丸に集まりましたね。綺麗にみんな丸に集まりました。じゃあジンくんに答え合わせをしてもらいましょう。ジンくん、丸かな、バツかな、どっちかな。ジンくんは、はい、バツ、正解。みんなありがとう。ジンくんは鹿じゃなくて羊さんですね。そう、羊さんですよ、覚えてあげてください。じゃあそのまま2問目に行きます。日本で流通しているラムの多くはオーストラリア産オージーラムですね、なんですが、ジンくんはオーストラリア生まれ北海道育ちの羊である。皆さんさっきの自己紹介聞いてくれてたかな。ジンくんはどこ出身だったかな。はい、ジンくんがオーストラリア生まれだと思うお友達はお姉さんの方に来てください。オーストラリアじゃないよっていうお友達はジンくんの方に行ってください。どうぞ。どっちかな、どっちかな。丸だと思うお友達はこちらに来てください。ジンくんはオーストラリア生まれだよって思うお友達はこっちに集まってください。ジンくんはオーストラリアじゃないよってお友達はいいかな。移動はではこれで、はい、じゃあ移動時間終了です。正解はジンくんは羊ヶ丘展望台出身ですので×が正解になります。参加してくれてありがとうね。みんなジンくんこの後も頑張るから見ててあげてね。さて、では次3問目です。まだたくさん集まってます、まだたくさんいますね。これちょっと難しい問題になります。ジンくんがかぶっている鍋に乗っている野菜はかぼちゃ、もやし、ピーマン、ナス、アスパラである。ジンくんのヒントもありつつみんな考えてみてね。野菜何乗ってるかなちょっと分かりにくいね違う野菜が乗ってるよって思うお友達は×に、いやいや今言ってたかぼちゃ、もやし、ピーマン、ナス、アスパラだよって思うお友達はこっちに来てください。ジンくんもう一回回ってたって。あ、どうかな、丸かな、×かな。違う野菜乗ってるよってお友達は×の方で待っててください。北海道おいしい野菜がいっぱいあるからね、何が乗っててもおいしいんだけど、ジンくんの鍋には何が乗ってるでしょう。はい、×だと思うお友達はジンくんの方で待っててください。
はい、ではここで制限時間はここで移動時間終了します。はい、答えはじゃあジンくんに鍋見せてもらいましょう。はい、鍋見せて。はい、ジンくんの鍋に載ってるのはもやし、アスパラ、ピーマン、かぼちゃ、ナスなので丸が正解です。おめでとうございます。参加してくれてありがとう。バツだったお友達も最後まで見守っててね。はい、じゃあちょっと減ってきましたね。4問目、ジンくんのお友達の名前覚えてるかな、みんな。ジンくんのお友達の名前はラムくんとマトンくんである。丸かバツか、どっちかな、どっちかな。ジンくんのお友達の名前は何かな。ラムくん、マトンくんだったかな。はい、今ね、前にいるスタッフのお兄さんが手を丸とバツの方で引いてくれてます。ジンくんも来てくれました。どっちかな。丸のお友達が1人かな。お、じゃあこれで正解はバツ。みんな正解、ご参加ありがとうございます。そう、ジンくんのねお友達の名前はギスくんとカンくんでした。3匹揃ってジンギスカンだから覚えてあげてください。じゃあクイズはここで最後になります。え、最後の問題、羊のお肉には体温を上げる効果がある。ジンギスカンを食べると体がポカポカするよって思うお友達はこっちに、いやいやちょっと涼しくなるよってなる思うお友達はジンくんの方に行ってください。どっちかな、ポカポカするかな、ちょっとヒヤッとするかな。みんな丸の方に来てるかな。みんな丸ですか。ジンくんだけ×ですか。ジンくん×ですか。正解はあ、丸です。ジンくん滑り込み。そう、ジンギスカンのお肉、羊肉、羊のお肉には免疫力を上げたりね、冷え性の方にもおすすめなのだからね、あった寒いなーって時にはぜひジンギスカン食べて体ポカポカさせてください。で、まだまだたくさん参加した方が残っているので、ちょっとプレゼントが今回10名分用意しているので、ここからは今残ったみんなとジンクのじゃんけん大会、イエーイ。はい、ふわーっと広がって大丈夫です。今残ってるお友達とジンくんのじゃんけんです。はい、今残ってたお友達みんな参加できますからね、間違えちゃったお友達は見守っててください。はい、ではジンくんじゃんけんみんなとするとき体を使ってじゃんけんします。はい、ジンくんじゃんけんグーグー、はい、チョキチョキ、パーはパー、みんなは手でもやってでやって大丈夫だからね。で、負けちゃったお友達、あいこだったよってお友達は椅子の方に下がって待っててください。勝ったお友達が残ります。みんな OK？ 勝った時だけだよ。負けちゃったら手を下げて席に戻ってください。では行きます。ジンくんとじゃんけんです。ジンくんじゃんけん、じゃんけんポン。お、ジンくんグーだったのでパーのお友達残ってください。はい、パーのお友達残ってください。はい、ありがとう。負けちゃったお友達も最後までジンくん見守っててね。あとジンくんのブースがね、ステージのすぐ近くにあるから、まだ見てないよってお友達見てきてもいいからね。はい、じゃあもう一回、今パーで残ったお友達とじゃんけんです。いきます。ジンくんじゃんけん、じゃんけんポン。お、ジンくんパーを出しました。チョキのお友達が残ります。チョキのお友達、はい、手を挙げてください。はい、チョキのお友達、まだいるか、まだいるね。よし、ジンくんもう一回ぐらいかな。いくよ。ジンくんじゃんけん、じゃんけんポン。お、ジンくんチョキを出したのでグーのお友達、はい、グー挙げててください。まだいるね、みんな一回出したやつ変えちゃダメだよ。 OK？ はい、では今残ったお友達にジンくんの素敵なステッカープレゼント。
します。参加してくれてありがとうございました。前のお兄さんからステッカーもらっていってください。ジン君はもらえません、全部負けたんで。ジン君もらえない。はい、というわけでジンギスカンのジン君コーナーこちらで終了となりますが、今日明日とね2日間ジン君は G7 札幌 PR 大使として、ブースも皆さんの後ろ側にありますので、ぜひぜひ2日間、まあね、こちらの会場もまもなく終了してしまうんですけど、明日も頑張りますので皆さんぜひ遊びに来てください。ではジンギスカンのジン君でした。最後に皆さんにご挨拶です。ありがとうございます。明日もよろしくね。ん？あ、 YouTube の皆さんも、はい、画面の向こうの皆さんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。たくさんの、ね、方にご参加いただきました。ジンギスカンのジン君とじゃんけん大会でした。明日もね開催ありますよね。また明日も、ね、どうか遊びに来てください。ジン君さようなら。お疲れ様でした。さてこちらの環境広場北海道2023年のライブ配信ステージなんですが、ジン君の楽しい丸バツクイズを持ちまして、初日のコーナーはこれで終了となります。ステージにお越しの皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、どうもありがとうございます。明日もこちらのライブ配信ステージからお伝えしますので、ぜひご参加ください。それではまた明日お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。